小塚光彦2011年7月26日は日本のフィギュアスケート選手。フィギュア王国愛知県の基礎を築いた。長男はグルノーブルオリンピック男子フィギュアスケート代表の小塚明彦。孫はバンクーバーオリンピック男子フィギュアスケート代表2011年世界選手権銀メダリストの小塚隆彦。愛知県名古屋市生まれ。学業を終え満州に渡り、 満州国境和解の保安部刑務士のカメラマンとなる。撮影に訪れた心境の小玉公園で、撮影モデルに頼んだ少女スケーターと出会ったことが、きっかけでフィギュアスケートを知り、自らもスケートを始める。その後、フィギュアスケート選手、中村君正と知となったことで練習に励み、満州では中村と共に優れた成績を収めるほどになった。 1940年開催予定であった札幌冬季、五輪を目指したが戦争で中止、オリンピックの夢を子孫に託することになる。戦後、日本に引き上げた後は、地元名古屋で酒屋を営みながら、戦前からのスケート愛好家と共に、愛知県にフィギュアスケートを普及させるべく1948年4月、愛知県スケート連盟を創立する。普及のためには、 愛知県内にスケートリンクが不可欠との思いから、地元企業や商店街の資金協力をもとに1953年9月、愛知県で初めてのリンクとなる名古屋スポーツセンターの完成に尽力する。当時、このリンクでは後に伊藤緑や浅田真らを育成する指導者となる山田町子の指導もしている。1946年に誕生した。 長男つぐび子へのスケートの指導は、コンパルソリーを重視するスタイルで、極めて幻覚で時に、鉄拳も飛んだという。またうまくいかないと苛立つと歯ぎしりを起こしあごを、晴らすほどであった。なお、このコンパルソリーを重視する練習方法は、孫の高彦も受けている。1968年のグルノーブルオリンピックに、秋彦が出場するが21位に終わった。当時、 愛知県スケート連盟顧問を務めていた光彦は、大国ソビエト連邦の選手を日本に招待することを思い立ち、東西冷戦の最中であったが、自らソビエトに赴き、ソ連選手の来日を成功させ、日ソフィギュアスケートの開催に貢献した。1989年には、自らの名を冠した小塚杯を設けて、芸術性に優れた選手を毎年表彰している。 2011年7月26日、老衰により死去。去年95、三彦明彦隆彦,彦,彦、ありがとうございます。